94式 37mm 砲は、1934年に、大日本帝国陸軍が開発、採用した対戦車砲である。日本軍では対戦車砲のことを速射砲と呼んでいた、ため、94式 37mm 速射砲と呼ばれることもあるが、正式名称に速射砲の語はない。1934年は、後期2594年に当たるため、94。 式と名付けられた。開発当初から発達しつつある、装甲戦闘車両への対処に主眼が置かれており、帝国陸軍初の本格的な対戦車砲として、日中戦争、の門藩事件、太平洋戦争で使用された。本砲登場以前の3 7トル急火砲としては、不標砲である、狙撃砲や11年式兵舎不標砲が存在した。後者は、 フランスの布団 37mm 不標法に影響され、1920年代初期に開発、採用された、合計 37mm の不標法であり、直射による機関銃陣地撲滅を目的としていた。11年式弊社不標法は、方身長28口径で初速4 5 0 m 秒と、 比較的方針が短いため初速も遅かったが、本法の使用する12年式榴弾は、当時の走行車両に対し十分な威力を持っていた。また、1931年12月に、イラゴ試験場にて、原政府評価機の戦車、延帯、鉄条網など各種目標に対する攻力試験を実施したが、試験では、教師された。 ルノー高型戦車に対し 13mm 機関砲の更新実砲は元より 37mm 以上の下方の鉄鋼弾や榴弾、さらには不標砲のような低所速の火砲ですら効力を有することが認められた。一方で日本成功所制の後半に対する浸透る試験によって教師戦車の装甲板は新型のものに比べて著しく劣っていることが認識され、 将来出現する新型戦車に対して十分な効力を持つ対戦車砲鉄鋼弾の研究促進を要するとの判決を得た。また1932年11月にはルノー、オツ型戦車及び89式系戦車の装甲板の各種弾丸に対する効力試験を実施した結果、より新型の戦車に対しては 7.7mm や 13mm、 等の昇降計画機の鉄鋼弾や弊社不評法の12年式榴弾では、それほど効力を期待できないことが判明した。これらを経て、陸軍では、装甲版の研究を進めるとともにより大きな弾外効力を持つ火砲及び弾丸の開発を進めた。棒立て等が欠落した94式 37mm 砲。左奥は41式3砲以上のような経緯から、 陸軍は戦車をはじめとする機械化兵器に対抗するための第一戦兵器の必要性を認識し、対戦車法の開発を決定した。1933年6月30日の軍需、審議会議決を経て、同年9月14日の陸密第456号により、新たに研究方針が追加され、これに基づく新型野戦兵車速車法の審査が開始された。 研究方針として、次のような点が示された。7月に設計に着手し、整備の給樹に対応するために短期間で作業を進めた結果同年12月には、初度竣行試験を実施するに至った。試験では機能は、おおむね良好で、初速も、初毛の値に達すると認められたが、ミサオ法を容易にするために平刷並びに照準機に改良を加える。 必要性が指摘された。これに基づく改修を加えて、翌1934年2月の修正機能試験では、機能高単性は十分であり実用試験に供することが決定された。小修正を加えた後、同月末には、略者表編纂のための弾道性試験を実施した、結果弾道性も、おおむね良好であり、方角部も多数弾の発射に耐えることが確認された。 3月には、前年10月から設計を開始していた本、砲弾薬者が竣工した。これを受けて、同年4から5月にかけて、本砲と弾薬者を陸軍風評学校に委託して、実用試験を実施した。その結果、本砲の機能、弾道性は良好であり、対戦車砲として実用に値すると認められるが、脱が後の運動性を高めるために重量をより軽減し、 かつ人知における目標をできる限り小さくするために若干の修正が必要であるとの判決を得た。これを受けて6月に各部機能に修正を加えたものの施策に着手し、9月の竣工試験では良好な成績を収めた。9月から翌1935年1月にかけて、再度陸軍不評学校で実用試験を行った結果、方向精度の向上を要するが、 第一戦対戦車用兵器として実用に値するとの判決を得た。これと並行して1934年12月から北満島騎種券への教師を行った。以上をもって本法は野戦における対戦車用兵器として実用に値すると認められ、1935年3月29日に仮正式が上進された。1942年11月。 ガダルカナル島の戦いで、アメリカ海兵隊に露隔された94式 37mm 砲帽だて、塔が欠落し、足が切断されている94式 37mm 砲帽砲は、第一線で運用する野戦対戦車砲として設計されており、約 700m 毎秒の高所速をもって、距離 1000m で 20mm の走行を貫徹し、車内に、 破変効力を及ぼすことが可能である。また高速で移動する目標に対し直接射撃を実施するために大きな方向射回を有する。本法の方針は単肉時期方針であり、全長 1706.5mm で約46、後傾、空戦は深さ 0.4mm で計画6度の12畳である。高い発射速度を実現するために閉鎖機は、 半自動式を採用している。閉鎖機は試作段階で垂直式や右開き式などが試されたが、最終的には右側放射に対応するために左開き式として正式化された。砲列放射重量は3 2 7ラムで馬一頭により牽引されるが、戦場では放射三名により人力で牽引することも可能である。また必要に応じて、 重量1 0 0ラム以下の部品に分解し、4頭の馬に脱彩して輸送するか人力で運搬した。車輪は鋼鉄製で木製車輪のように乾燥時に感激が発生することはない。射撃時は必要に応じて左車輪を広げることが可能であるが、これは方向車会を大きくした際に方の左側に位置する、砲手の操作性が低下しないための工夫であった。棒立ては、 特殊構成で厚さは 4mm である。照準機は自家転式単眼鏡で倍率は2.5倍。接眼部に干渉用のゴム管を有する。照準線の応線両端及び縦線下部は太線となっており、白惚れ明治など中央十字線の目視が困難な場合に照準の補助とすることが可能である。本法弾薬者である94式3 7ト、mm、ル法。 弾薬者の車台は一層の横両と四つの横ただしで枠型に構成され、両右中央部に車軸宅板を有する。両右前端は上方向に屈折して長い層室を形成し、一層の長い層を取り付けて使用する。左方長い層室下部には膝を釣り針を有する。車体内部は境板をつで仕切られた三つの部屋からなり、中央部には、 弾薬箱8箱と属品箱2箱を収容する。前後の2室は、英作や土等の属品類を収容する。なお、車輪和法と同一のものを使用する。弾薬箱はカバン型で中央より2つに分かれ、蝶子外で接続される。各箱は6発の砲弾を収容し、弾薬箱全体で12発の砲弾を運搬した。本法を、 騎兵用として使用するための94式 37mm 砲運搬車の開発は昭和9年6月20日部案をもって開始された。同年7月に設計に着手し、同年10月に試作車が完成した。翌年2月から陸軍騎兵学校で実用試験を行い、実用に値すると認められて、翌年4月2日に仮正式が上進された。 運搬の際は後車2砲を積載し、砲弾を運搬する前車をつけた上で、馬2頭により牽引された。前車の空重量は 345kg、全備重量は 500kg で、砲弾96発を収容することが可能であった。後車の空重量は 376.2kg、砲石載時の全備重量は 730kg で、ある。 車輪径は1 2 0トル、鉄管距離は1 5ルとなっていた。なお緊急時に和砲を運搬車に積載したまま、発砲することも可能であった。本方及び弾薬車4本に対する装備品の運搬のために開発されたものが94、式3 7ト、mm、ル砲予備品車である。本車の車体は、基本的に弾薬車と同一であり、境板を有さず長い座を託か及び、 車輪宅下を装着したに過ぎない。積載品和属品箱、予備品箱、油脂箱等である。これらはいずれも二重をつけて弾薬箱と同様に背負うことが可能であった。本社の重量は空居重量 140kg、全備重量 360kg である。車両所限は全長 3.3m、全幅 1.2m、鉄管、距離 1m、 車輪中継90センチメートル。本社は1935年10月に名古屋陸軍造兵賞に発注し、翌1936年2月に試作車が完成した。その後審査を経て、同年5月4日に仮正式が上進された。運搬車の正式化に伴い、同じく機兵用の弾薬運搬車として開発された、ものが94式3 7ト、mm、ル砲機兵用。 弾薬者である。本社は、前車と、後車からなり、馬二頭により、牽引することで運搬車と同一の、運動性を有するものとした。前車は運搬車のものと同一であるが、弾薬箱のみ積載する。後車車体内部は三列四段に区分され、弾薬箱12箱を積載した。前車の空重量は 293kg、全備重量は 510kg。 後者の空重量は3 2 0ラム全備重量は5 9 0ラムである。砲弾は全車108発、車百144発の合わせて252発を輸送することが可能であった。本社は1935年10月に名古屋陸軍造兵賞に発注し、翌年2月に試作車が完成した。その後弾薬車とともに、 騎兵学校に審査を委託した結果実用に値すると認められて、同年9月30日に仮正式が上申された。また機械研院によって、本砲を高速で運搬するために開発されたものが94式3 7ト、mm、ル砲軌道運搬車である。本社に対する要求は、全部重量1トン、最大速度4 5トル毎時であり、1936年9月に、 設計を開始した。試製品は、名古屋陸軍造兵所厚田製造所で製作され、1937年4月に、竣工式の運行試験を実施した。試験成績に基づく修正を加えた試製者は、同年7月に運行試験及び、陸軍風評学校での実用試験を行い、一部の改修により実用に値するとの判決を得た。また、 同年度の北満党騎士験に4両を供視し、実用に値するとの評価を受けた。本社は1938年8月20日に仮正式が上進された。本社は全社を介さず直接牽引車と接続し、全社に搭載される、装備品は牽引車に積むものとした。全備重量は 836kg、全長は3.87メートル。 最高地上高は1.49メートルである。牽引車両には牽引車もしくは自動貨車を用い、最高牽引速度は45キロメートル毎時である。また緊急時には牽引車から切り離し、中隙を打ち込んで静天気を禁定することで、運搬車場から射撃することが可能であった。94式37ミリメートル砲は、不評連隊の速射砲中隊に4問ずつ配備された。 速射砲中隊の編成は4個分隊からなり、本砲1門で1個分隊を編成することになる。分隊は、分隊長、砲手、砲手及び、装填手、伝令、弾薬主及び、敗車やできなかった際に、荒井館で薬莢を抜き出す係の合計11名からなる。法列を敷く場合、分隊間の距離は約100メートルで、分隊の後方300メートルに、小隊本部、 さらにその300メートル後方に中隊本部が設置される。中隊本部と小隊本部は優先電話で結ばれるが、小隊本部と各分隊との間は電令を走らせて連絡を取ることになる。この夫人はあくまで一般的なものであり、地形や状況によってその都度指揮官が判断することになる。本法の打裁には15年式打バンを使用した。 本法を打裁する場合の区分は次のようなものであった。第1号馬は、方針1、単根1、長江を4。合わせてダバグ 37.33kg、か強卓か 3.17kg、馬量 2.6kg があり、1号馬全体で 130.6kg を運搬する。第2号馬は、方が1のみ、合わせてダバグ 37.33kg、 火強拓火 3.17kg、馬量 2.6kg があり、2号馬全体で 136.5kg を運搬する。第3号馬は、揺らか1、車輪2。合わせてダバグ 37.33kg、火強拓火 7.07kg、馬量 2.6kg があり、3号馬全体で 138.0kg を運搬する。第4号馬は、ほ100に、 続品箱に棒を縦1。合わせてダバグ 37.33kg、か強卓か 11.67kg、馬量 2.6kg があり、4号馬全体で 139.8kg を運搬する。弾薬馬は、弾薬箱4、量化物値に、合わせてダバグ 31.775kg、か強卓か 5.725kg、馬量 2.6kg があり。 弾薬場全体で1 3 1 7ラムを運搬する。以上が標準的な打い区分であった。また打い用の弾薬箱として30発を収容可能な木製弾薬箱も正式化された。本弾薬箱は空重量1 3ラム全備重量4 9ラムで茶褐色に塗装されていた。常述のように本法は、 不評と行動を共にできることを条件に一種の不評法としての考え方で配備された。なお、装甲の厚い大きな戦車に対しては、砲兵の榴弾射撃によって、その爆発効力で無限軌道装置、または砲塔を吹き飛ばそうという思想であった。94式 37mm 砲の分割表示器、砲身の工程角度を調節すると、 多摩種に応じた目安車距離が表示される。本法は、主任務である対戦車射撃用の鉄鋼弾、及び副任務である難目標射撃用の榴弾を使用する。鉄鋼弾は1931年8月に、原生兵舎不評砲及び開発中の姿勢3 7ト、mm、ル機関砲用弾薬として、研究が開始された。同年12月には、イラゴ試験場で、 第一号弾の試験が実施されたが、試験弾は強度が不足し、低深部付近で折れるものがあった。そこでこの部分の肉厚を増した第二号弾の試験が1932年5月に、イラゴ試験場で実施されたが、弾対抗力は依然として不足していた。そこで1933年6月に94式3 7ト、mm、ル砲の 研究が開始されると本法用の弾薬として設計を改め、合わせて、新艦も従来の弊社不標法用の12年式新艦から94式この弾艇定新艦に変更した。同年10月にイラゴ試験場で実施された第3号弾の試験では、弾対抗力は概ね十分と認められたが、弾頭の作薬量不足により貫徹後の破壊力が不十分であるとされた。 1934年2月には第4号弾の試験を実施し、浸透能力、炸裂威力、炸薬安全性は概ね十分であったが、貫徹能力を向上するために弾量を減少することとした。そこで弾尾を強作した第5号弾の試験が同年5月に実施され、審査の結果実用に適するものと認められた。本砲弾は94式鉄鋼弾として、 正式化され、装甲板に対する貫徹能力は350メートルで30ミリメートル、800メートルで25ミリメートル、1000メートルで20ミリメートルである。また弾頭内に策略を有し、貫徹後に車内で炸裂して乗員の殺傷及び機器の破壊を行うのに適していた。一式鉄鋼弾の場合、 第一種防弾鋼板に対する貫鉄能力は1000メートルで25ミリメートル、方向前では50ミリメートルであった。また1942年5月の資料によれば、本砲は姿勢鉄鋼弾である弾丸鋼、第一種平成単型鉄鋼弾を使用した場合、以下の装甲板を貫通するとしている。本砲をしたアメリカ陸軍省の1945年8月の情報資料によれば、 垂直走行に対して、射距離0ヤードで2.1インチ、射距離250ヤードで1.9インチ、射距離500ヤードで1.7インチを貫通すると、している。ただし使用弾種は94式鉄鋼弾となっているが、貫鉄威力が日本側の一式鉄鋼弾のデータと禁似している。ことから、米側の表記ミス化双方の鉄鋼弾を混同した、可能性がある。 榴弾は1933年12月に、イラゴ試験場で第1号弾の試験を実施し、弾丸機能及び弾道性は、概ね良好であったが弾量が、やや軽いと指摘された。そこで弾量を 650g に増加した第2号弾の試験が、イラゴ試験場で1934年4月に実施され、さらに、同年6月には、相馬ヶ原演習場でも試験を実施した。 その結果弾丸機能並びに弾道性は良好であり、実用に適すると認められた。本砲弾は94式榴弾として正式化され、着弾時の効力半径は約7メートルである。薬頭は鉄鋼弾と同一である。平時の訓練などに用いる演習弾としては94式鉄鋼弾代用弾、94式榴弾代用弾が正式化された。 鉄鋼弾大用弾は、鉄鋼弾開発完了後の1934年6月に、設計に着手し、同年8月の試験で実用性を認められた。弾頭には策略及び進化を許さないために、遠距離の弾着観測は困難であった。竜弾大用弾は1933年12月に、第一回試験を実施、その後竜弾の設計変更に伴い修正を加えた。 砲弾の試験が翌1934年8月に実施されて実用性を認められた。こちらは作薬として黒色小粒薬25グラムを有するために弾着時に白色爆炎を発するために弾着観測が容易であった。以上の4種の砲弾及び空砲は1935年7月1日に仮正式が上進された。 本法 37mm 級の対戦車砲としては、比較的早い時期に開発されていたことや、陸軍の運用環境と法重量に対する要求、また想定する脅威の違いにもよるが、他国の同級対戦車砲と比較すると、装薬量が少ない砲弾を使用するために所属が、やや低い。また当時の日本の夜勤技術の低さゆえに、弾頭強度が低くて砲弾の貫鉄能力で、 劣っているとの指摘があるが、資源上の制約から、有料な金属を使えないことも影響していた。そして、気象金属の制約から、弾頭の強度が低かった。要因に加えて、九十四五センチメートル七戦車砲と九十七、五センチメートル七戦車砲の九十二、式鉄鋼弾や、九十四式三十七ミリメートル戦車砲と、本砲の九十四式鉄鋼弾など。 これらに主に使用された鉄鋼弾の場合は、玉柄を薄くし、内部に比較的大量の策略を有する鉄鋼榴弾であり、厚い装甲板に対しては構造的な強度不足が生じていたことが原因として挙げられる。とはいえ、これらも正式制定当時の想定的に対しては十分な貫通性能を持っていた。後に開発された一式鉄鋼弾では、 間鉄力改善のために弾柄が厚くなっている。諸外国の例として、アメリカの M337mm 砲の鉄鋼弾である APM74 ショットは砲弾の中心まで無垢の更新であり、構造的な強度上では砲弾の中心に作薬がある5トル7 戦車砲の92式鉄鋼弾や94式 37mm 砲の94式鉄鋼弾のような鉄鋼榴弾よりも有利であることがわかる。なお鉄鋼弾の威力強化のために薬莢の溶石を増やした新型砲弾の研究も実施されていたものの、角の軽量化のために褒美の強度が不足しており、新型砲弾の試験の際に脱げ底が発生し、 試験員が死亡するという事故も発生した。その後、所用の改良を加えて1941年に砲備を強化した一式 37mm 砲が作られた。1938年3月4日には、本砲用の榴弾として、満州事変で押収された砲弾が13、式榴弾として、純正式化された。 装薬量は異なるものの、薬莢については94式鉄鋼弾のものと同じものを使用した。初速は613メートル毎秒。着弾時の効力半径は94式榴弾と同じく7メートルであった。1937年10月にイラゴ試験場で各種試験を実施した結果、94式37ミリメートル砲での 運用において実用上の問題はないと認められた。太平洋戦争末期には、すでに第一戦対戦車火砲としての効力を失っていた、本砲を再活用する目的で、外装、多弾の開発が進められた。多弾とは、先行榴弾の一匿名称であり、日独軍事技術交流によって1942年5月に、ドイツから日本に持ち込まれた技術である。 本砲用多弾は貫徹能力に必要な砲弾系を確保するために外装式とし直径は 80mm で 100mm の装甲板を貫徹した。砲弾は有力式で全長は2型で 456mm、3型で 465mm であった。終戦時点では未だに整備途上であり戦力化はされていなかった。グアムの戦いで 日本軍が構築した 37mm 砲用の特化点。方向用と照準技用とで分かれた開口部や車輪用の溝が設けられている。攻撃時には激しい反撃を受ける対戦車砲にとって、このような防御陣地を利用することは大いに効果があった。94式 37mm 砲が初めて、 大規模な対戦車戦闘を行ったのは1939年のノモンハン事件である。同戦闘では、ソ連赤軍の BT-5 や BT-7、T-26 BT 等の戦車を相手に奮戦し、多くの車両を撃破もしくは格座させた。ソビート連邦の崩壊後に公開された当時のソ連側資料では戦車及び装甲車の損失原因の75から80%が、 日本軍の対戦車砲射撃によるものであるとしている。しかし数に勝る敵によって撃破された本砲毛く、また停戦後の9月19日時点で55門の路角が確認されている。太平洋戦争勃発後は南方に送られて各戦線で使用された。戦争初期南方作戦のマレー作戦では連合軍の装甲車用は ユニバーサルキャリアやランチェスター走行車等の走行車であり、ランイン作戦では、ビッカース・カーデンドイド系戦車やマーモン・ハリントン系戦車、各種走行車が中心であったために、本法は相応の働きを見せている。一方で、フィリピン作戦やビルマ作戦において、M3 系戦車に遭遇した際にはその走行に苦戦を強いられることもあった。一例として、ビルマ作戦中、 ラン北東のペグーにおいてイギリス第7機構旅団、第2連隊所属の M3 系戦車が、インド第19師団と共に南下する日本軍第55師団からペグーを防衛する任務についていた。これに対して1942年3月5日に、第15軍直属の独立部隊、 第11独立即射砲中隊が戦闘を行ったものの直前に M3 系戦車と砲火を交えて全滅した戦車第2連隊所属の95式系戦車中隊と同様にその走行に苦戦することとなった。ニュージョージア島の戦いにおける94式 37mm 砲。 戦争中期以降の南方における当初防衛戦では、本砲のような直射火砲は砲爆撃や、敵の反撃から身を守るための工夫を迫られた。マキンの戦いでは、オープントップ式の対戦車砲陣地が出現した。これはマニスナを詰めた二重の丸太の壁で囲われた四角形の一角に射撃口を有するコンクリート製の張り出しを、設け、 反対側の角は砲の搬入のために解放されていた。さらに、戦争末期には、コンクリートと散歩岩からなる堅牢な特化点が作られるようになった。このタイプは、天井も覆われており、速砲に砲の搬入口を有していた。戦争中後期には、後継の一式軌道4 7ト、mm、ル砲が配備されるようになったが、本砲も威力不足ながら、 使用は終戦まで継続されていた。一例として1945年2月21日に北ビルマのイラワジカ班のシングルにおいて、不評台119連隊に所属する、機動砲小隊がたった一門の本砲で、M3 中戦車を相手に噴戦し、弾薬切れとなり、直後に砲が破壊されるまで五量を格座させる戦果を上げている。本部隊は本来は、 一式軌道 47mm 砲を装備する隊で、あったが爆撃でそれを失い、代わりに94式 37mm 砲を受領していた。本砲では、距離 80m からの側面を狙った射撃でも、装甲を貫通できないため、連続着弾の衝撃で内部を損傷させて、行動不能に追い込んでいる。また、パラワの戦いにおいては、 本砲及び95式軽戦車によって、米海兵隊の M4 中戦車を撃破した可能性の、ある事例が存在する。一式 37mm 砲。法備を強化し、装薬量を増大した一式鉄鋼弾の使用が、可能になった本砲の派生型としては、以下の火砲がある。本砲は、以下の類似火砲と混同されがちであり、かかる誤解から、データの改ざんや、 性能の推測困難性が主張されることもある。以下の加法は名称や規模、運用時期が近いものの本法とは別系統で開発された加法であり注意が必要である。以上の多種が同時期に共存しており非常に間違いやすいので注意が必要である。選手関係の書籍の記載も誤りの場合が多い。ありがとうございます。